アシュレヴビクトリア・ベンソンはアメリカ合衆国の女優、モデル。テレビドラマシリーズ、プリティ・リトル・ライアーズのハンナ・マリニ役で知られる。アメリカ合衆国カリフォルニア州アナハイム市、アナハイム・ヒルズで生まれ育った。幼少の頃から様々なダンスに慣れ親しみ、歌唱にも興味を持っていた。5歳になった時ダンスカタログにモデルとして登場。それ以来、 モデルエージェンシーのフォードモデルに注目されたことから、数多くの出版物やコマーシャルに登場を果たした。モデルとして活動しつつ並行して、演技の世界へと次第に足を踏み込み始めた。いくつかのテレビドラマシリーズに、ゲスト出演を重ねる。2004年から2007年まで延べ3年間余り、人気長寿ヒルドラ、デイズオブアワーライブスにレギュラー出演、おしどり、 夫婦ジャックとジェニファーの長女アビゲールを演じたことにより、一般にも注目されるようになる。その後は、テレビシリーズ、スーパーナチュラル、CSI、マイアミなどに、ゲスト出演。2008年、ある高校の実話に基づいたテレビ映画、ゴシップチアガールに、チアリーダーのブルック役で主演した。2010年から、テレビドラマシリーズ、プリティリトルライアーズに、 メインの4人組の一人として主演、ハンナ・マリン役は自らにおける代名詞となっている。2014年にはファッションブランド H&M の広告等を務めていた。2019年6月、モデル兼女優のカーラデル・ビーニュとの交際を正式に公表したが、2020年4月に破局。ありがとうございます。